てるらしいんだよ。空き巣とか犯罪、ほら外国人のとか危ないんですよ。本当ですか？白井さんですよね。はい、あの前に話したでしょ、この店出すときに資金援助してくれた親父の幼馴染の資産家の方がいて、その息子さん。ああそうなんです。うん、俺もいいと思うんだよ、仕事慣れてるみたいです。よろしくお願いします。こうしてたのなんで黙ったんですか？お姉さん、国どこ？ヨアカントリー。はい、ボスニアです。あ、そう、大変だね。こんにちは。あ、マジ、なんか急にお客さんが来たみたいで。あ、すいません。ブス、はい、どう。高橋さん、入りますよ。外国人登録者を見せないように。やめろ、やめろ、やめろ、やめろ。